例えばゲームをプレイしているとボタンに何らかの重みを感じることはありませんか？私はあります。 PS5 のデュアルセンスコントローラーのようなしっかり演出された反力ではなくて、同じ物理ボタンであるはずなのになぜかゲームの表現や仕様によって感じる軽さ、重さが変わってきてしまうと。アナログスティックやポリゴンによるモーションだと感じにくいかもしれませんが、例えばファミコンの十字ボタンによる操作っていうのはマイキャラの移動仕様によってタッチが大きく異なります。単純に動きが遅いとか速いとかだけでも結構な感じ方の差が出ますが、感性の大きさ、ジャンプの仕様やラグ、フレームレートなどいろいろなものも影響します。同じ物理ボタンであるはずなのに画面上で動かせるものによってこんなに与える印象の差が出る。これはビデオゲームが持ち得る武器だと考えていますので、ぜひとも敏感に見ていってほしいです。ビデオゲームはコンピューターと人間がつながって遊ぶものです。目と耳でコンピューターからの情報を受け取り、手で自らの情報を与えて遊ぶもの。それぞれ片道通行だと思われがちです。だけど手から得られる触感というのが確かにある。そこを慎重に見て考えていくと、仕様の組み方なども少し変わってくるかもしれません。スマブラで各ファイターに与えられた移動の緩急や攻撃の隙、モーションの大げささなど、これらは純粋に対戦の駆け引きを生むこともそうですが、手触りについて様々な検討がなされています。実は機種を変えるごとにアナログパッドの仕様が異なるため、いろいろ組み直しをするのですけどね。いわゆる遊び、つまり、パッドの傾斜を認識する最低値なども毎回設定し直しています。